皆さん、こんにちは。今日は岐阜市上川手にあるカフェキトキトにお邪魔します。カフェキトキトは中山道から少し入ったところにあります。私は中山道を時々利用しますが、カフェキトキトがあることは知りませんでした。およそ1キロ先、目的地周辺です。およそ200メートル先、目的地周辺です。まもなく目的地です。目的地は右側にあります。私はホットコーヒーをお願いしましたので、ドリンク代のみの400円です。モーニングは一種類だけみたいです。感じのいいお店で、広くて綺麗です。駐車場は店の前にあります。最後まで見ていただきありがとうございました。